先にちょっと私の方から冒頭に、先ほどの日本経済再生本部並びに閣議におきまして緊急経済対策を決定させていただいております。この対策は大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の3本の矢によって長引く円高デフレ不況からの脱却と雇用や所得の拡大を目指していくという第二次安倍内閣の政策対応の第一弾になります。復興防災対策、成長による富の創出、暮らしの安心、地域の活性化の3分野を重点として当面の景気底上げと将来の成長につながる施策を総動員する、そういうように考えており取りまとめたところです。規模の面では補正予算による財政支出は13兆、事業規模は20兆円を超えると思っております。21年、私の総理だった時のリーマンショックの時に補正を 3回組んだんですが、あの時の3回目のが一番大きかったと思いますが、それを除けば市場で一番大きな規模になろうと思っております。基本的に前にも話しましたけど、景気とか病気とかお天気とか気のつくのはかなり気分という問題が大きくなりますんで、大きな要素でありますんで、第二次安倍政権になって国民にとってやはり変わったというような気分が実感できるように、そういった充実したものになったのではないかと考えております。この対策に基づいて速やかに大型補正予算を編成するとともに、25年度、来年度の税制改革並びに来年度の予算編成などと合わせて切れ目のない経済対策をしっかりやっていかねばならんと考えております。どうぞ。最初にどの点について配慮をしたかと言われれば、いろんなところに配慮したというしかないんですけれども、少なくとも今やっぱ笹子トンネルに代表されるように公共工事は悪というイメージっていうのは、かなり作られたイメージっていうのはあったと思いますよ。小渕内閣の時に14兆5千億かな、今約4兆6千億、10兆円の公共工事というものが減ったと思ってますけれども、結果としてどのようなことになっているかといえば、いわゆるメンテナンスというものがかなりおろそかになってきているのではないか。笹子トンネルはその例の一つですけれども、また首都高速等々1号線、これも昭和39年オリンピックの時にできてきてますが、こういったようなものはいずれも築50年ということになろうと思いますので、1980年代荒れるアメリカとしていろんな橋が落ちたりいろんなことがしましたけれども、あれも1930年ニューディールの時に起きた記事だったんで、あの頃のものが50年経って落ちているといえば、ちょうどこちらも50年ということになってこようと思いますので、そういった意味ではあの公共工事というものの中で安心安全というものに関するものは非常に重要なものだなと私が思っていたのが一点と、また新しいものに投資をしようって基本的に
民間は個人金融所得で1500兆、現預金で約800兆を超えるものが個人はある。会社の社内内部留保も極めて大きなものが出てきてて、少なくともかつて自己資本比率が低いなどと言われた時代とは全く違ったものになってきているほど会社の社内は充実しているんです、したものになってきていると思いますが、その金を設備投資に回らさない、労働分配、給与を上げる労働分配率を上げない等々の形でこれまで来ているというところは、景気をいわゆる押し進めにくくしている経営者の気の部分というのも大きいし、個人で言えば消費を控えるということになっている。それは今日買うより明日買った方が安いとなったら控えますから、そういったものを含めて気分的にそういったものが前に向きになるようなような、すなわち今投資すれば償却を一括で認めますとか、いろんな形のやり方があろうと思いますので、お金を出して景気を良くするというより今すれば税金をとか今すれば償却をとかいった話のようなものまで考えるとうとう景気に対していわゆる民間の設備投資が促進される、もしくは個人の消費の増加につながる、そういったようなものに持続的な金が回っていくということの取っかかりがこれになればいいなと思っていました。財政の事実についてはこれは自由民主党が中期財政計画というのを考えて出していますが、ご存知の通りなんで、その中期財政計画というのを腹に据えながら25年度の予算編成というのをやっていかねばならんと思っています。同じく幹事社の毎日新聞さん、金融庁担当なので、そちらの面から言ってお願いします。経済対策とはまたちょっと別なんですけれども、先日一部冒頭でですね、生命保険会社が保険料を安くするためにですね、標準利率をですね、引き下げる、算出方法を変更する方針を固めたっていう、そういう報道があったんですけれども、で、これは生命保険会社の経営リスクをちょっと高めかねないっていうような問題点もあると思うんですけれども、事実関係はどうなんでしょうか。少なくとも標準利率を改定したというような事実はありません。会社から以上です。はい、お願いします。どうぞ。テレビ朝日の日上と申します。はい、今回の成長による富の創出ということで、これまでの経済対策や本予算でも、中小企業対策や企業対策が盛り込まれてきましたが、改めて今回の施策、これまでとどう違うのかというところを教えてください。中小企業のについてっていうのに関して言えば、中小企業の定義っていうのよりむしろ零細企業、小規模企業というところに光が当たる、恩恵がいくということを考えないと、少なくとも公共事業が出てそれによって大きな企業だけにいわゆる新しい事業が回るというのでは、下になかなか金は散っていかない。しかし例えばメンテナンスということになると、地方の建設業者に金が回っていくということにもなりますので、そういった意味では小規模企業というものに関していわゆるなんていうの、金が仕事が行く、実質的な大きな企業ってこういった商売したことある？ない、全然ない。あ、素人か。素人に説明すると
大きな企業が仕事を取る、その仕事を小さく分散してそれぞれ下請けに出す、その受けた企業がまた孫請けに出す、その間には全部利ざや取られて下に行くのは小さくなるという形に、まあ、どこでもなりますから、この下のところに行く金がなかなか絶対額として利率としては減るということになりますので、そういったことにならないようにするためには下のところで取れる仕事が直接出ていくというと、それは利幅が大きくなるということ、あの利幅が大きくなるっていうのは仕事が安ければいい、安い方にどんどん出していくと、インフレの時代はそれでいいんですけれども、デフレの時にそれやると安ければいいということになると2つ問題が出てきて、1つは工事の手を抜く、利益が少ないから、利幅が少ないから工事の手を抜いて、いわゆる利幅を そこらで取る、質を落として利幅を取る、それが一つ。二つ目はいわゆる安けりゃいいということになると、企業は新しく機械を買い替えない、設備投資はしない、とうとう利益が出ないということはイコール自分の利幅が生まれませんから、当然のこととして給料は増えない、設備投資、新しい機械設備も買わないというようなところになってくるんで、これはなかなか今後建設の発注の仕方というものはいろいろ考えないかんところが多分出てくる、もう常に出てきてるんだと思いますけれども、そういったところを考えないかんと思ってるんですけれども、あとはいわゆる金融円滑化法案というのの期限が来てますんで、そういった意味ではよく何万社ってあるわけですから、そういった中を見て、これはもうちょっとやれば立ち直りますという企業と、立ち直らない企業でもこれやめた方がいいですよという企業っていくつかあるんですが、そういったものを、これはあなた大蔵省に座っててそんなの分かるはずがありませんから、そういったものをきちんとできるように、現場にいるところではそういったセーフティーネットやら何やらを貸し付けるにあたっては、融資を行うところ、融資を止めるところ、業種を変えるところ、なんだそういったようなところの経営改善を促していくっていうようなことでちゃんと支援するんですよっていうようなルールを作ったり、なんかも細かく言っていくといくらでも出てきますけども、そこらのところは直接金融庁でもあれでも聞いて、はい、次、はい、どうぞ。関連してるね、第二問だけ関連してる、はい、ちょっと上積み方かもしれないんですが、そういった小さい企業を含めて、まあ、投資やイノベーション関係ということでいくと、投資やイノベーションを喚起するためには旅行すると、まあ、実態のない、まあ、企業なんかにも、国民の、まあ、ある意味税金が使われていく可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。それは洗えば出てきますよ。それこそあなたたちの仕事や、しっかり洗え、自分で歩いて、それまで全部政府が見つけたら政府の役人がものすごく増えるよ、わかる、言ってる意味、数が多いんだから、それを全部って言ったって、それは実態は現場で見えて分かってる範囲以上に潜ってる部分とかいろんな部分がある場合は、これ実態がないじゃないですかって言えば、それこそ会社どこだか忘れて、そこで堂々と記事にすりゃいいやん、それで俺たち教えてくれ、教えてくれたらこっちが助かる、その分だけ税金が安くて済むって。はい、どうぞ。どうぞ。ひげの話でした。クリアした島田と申します。はい、よろしくお願いします。設備投資なんですけども、はい、国内と国外の設備投資は企業を考えていると思うんですけれども、国内向けと国外向けはどのような比率で応援するつもりなのかということと、今年秋にその消費税の増税を決定しなきゃならない時期があると思うんですけれども、それに対して景気状況がありますけれども、この先の判断としては今の段階ではどう考えていますか。例の18条っていうのがありますんで、あの部分に関してはきちんとした条項、まあ、細かいことはいっぱいなかなか句読点もなく書いてあるけども、あれの書いてあるのは一言、景気が良くなければ上げないってことが書いてあるんですが、何を基準に景気が良いか悪いかっていうのを決めるのは視力だけでできるかという問題っていうのが一つの問題として出てくるとは思っています。したがって主力といえば予算が出来上がるのは
まあ、5月ということになる確率は高いので、そういった意味では本予算が暫定を飛ぶのか飛ばないかということになりますので、主力にその効果がすぐ出てくるかというとなかなか出にくいんじゃないかなと私自身はそう思ってますから、補正っていうのを大型に組まないかなだと思ってやってるんですけれども、いずれにしてもそういった状況というのはその時にどういうような株価になってんだか為替になってんだか消費動向がどうなってるのか、いろんなことをよくよく考えないと簡単に決められる話ではないと思ってますので、そういった意味では十分にそういったものを配慮した上で考えないかなと思って、その前にもう一個言ったね、なんだっけ、国内投資というものが海外投資になるとこれは雇用に影響してくるんですよ。したがってなるべく国内で競争力が維持できるような設備投資、いわゆる個人の人件費が仮に高くても、いわゆる設備投資によって新しい機械を装備することによってきちんとしたものができるというような設備投資というのと、それは大いに雇用の関係から言っても国全体の歳出を考えればそちらの方が安いというんであれば、そちらの方は応援していきたいそう思っています。はい、どうぞ。一番後ろ、チェック、はい、かわいそうです。座らせてくださいね。学校と違うんだから立たなくていい。はい、お願いします。小板通信の北村と申します。小板の北村と申します。ちょっと別件の話なんですけれども、今日発表されました経常収支がですね、大幅な改善になりまして、過去2番目で、実質が利益率が2を戻すと大事ということだと、大臣のお考えを聞いています。基本的には今ご存知のように石油ガスそういったエネルギー関係のものが大幅に値上がりをしていますから、そういったようなものに引きずられる部分っていうのは貿易収支含めてすごく大きいんだと思ってますが、確か3000億かなんかだったね、確か今のやつやっていくとの11月のあれで2100かであれで出てたと思いますんで、いずれにしても EU とか中国向け等々の輸出が減ったこと等々と貿易収支の赤字がなんていうの大きく拡大したことが要因なんだと思いますが、今の段階で今後ともこれが続くかということは一概に言えないと思っていますので、今の段階でこの 1ヶ月だけ見てこれでどうこうというようなことを申し上げる段階にはない。ただエネルギーのコストが上がってきているということは総じて貿易収支の赤に響き、それが企業にとってコストアップにつながってますから、そういったものを与える影響は少なくないものがあると思って注視しています。その前の人、もう一人前の人、はい、どうぞ。事実信じられています。先ほど大臣、中小企業経営活化法の終了見据えた話になりましたが、今回緊急経済対策で企業再生支援機構を、地域経済活性化支援機構に改組しますが、その狙いについて伺いたいのと、これを一つ試してみます。円滑化法に関連して公明党が再々延長を求めておりますが、大臣は再々延長ないとおっしゃいましたが、ただ連日のパートナーとしての意見は全く無視はできないと思いますが、どう対応するか。再々延長というのは私どもはしないというのはもう再三申し上げてきた通りです。しかし問題は先ほどどなたが質問されたのと同じ質問なんで、その点は再々延長しませんが、そういったあと一歩っていうようなところだってないわけではありませんので、そういった企業に対しては私どもとしては個別に案件に対応できるように細かなものでコンサルタントとかいろいろそういったような仕事、中小企業信頼士とかいろんな人おられますんで、そういったものを考えていきたいと思っています。それから地域についてということでしたけど、これは地域はもう間違いなく地域によってかなり差があるんですよ。これはそういった意味においては地域でよく分かるようにしておかないと、
地域の部分によって景気のいい地域、そうじゃない地域、仕事が増えてるところ増えてないところ、それはもう地域によってかなり、この日本というのは南北に長い国で地域によってかなり差が出てるのは確かなんで、そういった意味ではなんていうの、地域の再生っていうのに非常に大きなあれを置かないと、都市にさらに集中するということになっていくというのは我々としては望んでいるところではありませんので、そういった意味では地域において地域の経済を活性化していくためにはどうするかというのが我々のこの地域っていうのを少し割ってみないとわからんのではないかというタイトルです。はい、小松さん。2点伺いたいんですけれども、先ほど大臣冒頭の話で今回の対策はですね、景気の機能部に対応する上では充実したものになったというお話でありましたし、あと先ほどの会見でですね、今回のものは安易なバランスではないというお話でありましたが、この予算編成の、経済対策を作る過程でですね、我々取材していてですね、最初にやはり10兆円という目標に向かって自分が一生懸命数字を積み上げていてですね、結局その数字先にあって、そこに向けて進んできた必要な対策の積み上げではなくて、結局は数字先にあるにはバランスじゃないかという批判もあると思いますし、私自身もそう思うんですけれども、そういった要因どうお答えになるか。全然違うと思います。どうぞ。違うのは何ですか。積み上げてきた結果だと思ってるから。あくまでそうです。もしてその裏付けとなる国債発行財源の方ですけれども、今回補正で 11.3 兆円というのが出てますが、これに対応して新たな国債を発行するのはいくらで、その内訳はどうなっている、どうなる見通しでしょうか。建設国債で約5兆が主たるものだということだと思います。確かそうだと思います。公債発行概ね約5兆円程度と思っていますので、今申し上げた通りです。プラス年金の負担分2分の1ってなったでしょうか。あの分が足すと13兆になるんですけれども、その分を入れますと年金の特例公債が 2.6 兆と、年金公債がで赤字公債の増圧というのを今ないできない、やらないで済んだろうと思っています。はい、一応もどもどしてると逃げ遅れる、はい、特にない、はい、終わります。ありがとうございました。